天気もいいし、いい風も吹いて、絶好の旅日和って感じね。何日もウラリオを離れるなんて、大丈夫かな。またあんたは。そのパンプキン村ってとこに行って、パンプキンってのを調達してくるだけでしょ。ダンジョンに潜るよりずっと安全じゃない。心配いらないわよ。だけど何があるかわからないし、そもそもパンプキンってわけわからないし。ミヤハ様が説明してくれたでしょ。いや、うちもよくわかんなかったけど。カボチャのようでカボチャでないスーパーベジタブル、それがパンプキーン。みんなのパンプキーン。なんと栄養はカボチャの10倍、加えて薬効もあり。食べてよし、薬の材料にしてよし、それがパンプキーン。トリックオアトリート、みんなで食べようパンプキーン。どうしたんですか二人とも。いや、たまにオラリオに来る行商人がパンプキーンを紹介する様子を真似ただけ。なんでもパンプキーンを紹介するときには産地の村の鉄則で今の文言を一言一句間違わずに言わねばならんらしい。いろいろ面倒くさそうな村ですね。けどそれがあればデュアルポーションにだって負けない新商品を作れるかも。拾ってもらった恩もあるし何でもしますけど、オラリオの外に出るにはギルドの許可が必要じゃ。問題ない。すでに新薬開発を名目に許可を取ってある。ちょうど村では収穫祭が開かれているようだしな。しばらく休みも兼ねて楽しんできてくれ。まあよく分かんなかったけど、半分骨休みも兼ねてって考えれば悪い話じゃないでしょ。オラリオ街のお祭りっていうのも興味あるし。お祭り、そういう賑やかなの私じゃ場違いじゃ。パンプキン村行きの馬車到着。ご乗車になられる方はいませんか。ほら行くわよカサンドラ。ちょっとダフネちゃん待って。ほらこれ火鉢亭で買ってきたおつまみ、馬車からの景色でも楽しみながら食べましょう。ありがとう。申し訳ありません、私も乗せてください。どうぞ乗ってくんな。もう出発しますんで。こちら失礼します。え、君北条の女主人の店員さん。あなたはアポロンファミリアの元ね。今はミヤハ様のところでそこのカサンドラと一緒に世話になってる。どうも。君もパンプキン村に行くの？
プキンを取ってくるよう頼まれまして。それではパンプキン村行きの馬車出発いたします。少々揺れますのでお気をつけください。パンプキン。ダフネちゃん、今なんか言った？って、寝てる。確かに馬車の揺れって眠くなるけど、店員さんまで。パンプキン。やっぱり変な声する。これって何？うん、あれ私も、ほら、カサンドラ、踊りましょう。え？あ、うん。トリックはトリート、今宵は愉快なパンプキーンナイト。私もあなたもパンプキーン、ソイヤ、ソイヤ、みんなで踊ろうパンプキーン。パンプキーン、パンプキーン。あ、この人たち、何？カサンドラ、こっち、逃げなきゃ。え？え？あちらには例のモンスター、警戒を。いけない、このままじゃベルさんが。ベルさん、あれ、空からたくさんパンプキーンが。あー、これは夢。トリックオアトリート、悪夢の夜はサメやらん、ハクトの実は魔女の嵐に巻き込まれん。私たち、トリックオアトリート、悪夢の夜はサメやらん、常闇の館はニエを求め、星々を蝕む、悪意の実は増幅し、臓腑を食い破る。闇深き夜の帳が降りる中、ハクトの実は魔女の嵐に巻き込まれん。幸運を求め、支柱に飛び込む万有を。さすれば小さき死角は第一の道しるべとならん。真実が呼び起こすは絶望。万有と共に幸運の種を信じよ。カサンドラ、起きなさいってば。カサンドラ。あれ、ダフネちゃん、大きなパンプキンは。何寝ぼけてるの、さっさと外に出なさい。ここは、ここから道なりに歩いていけばパンプキン村でございます。もう着いたんだ。うちもさっき起きたんだけど、ずっと眠りっぱなしだったんだって。ここんとこ毎日ダンジョンに薬の素材を取りに行ってたから、疲れが溜まってたのかも。なるほど、これだけ深い森に覆われていれば
オラリオからの目も届きにくい。あ、何の話？いえ、何でもありません。パンプキン村はあちらのようですね。あ、まあいっか。カサンドラ、うちらも早く。ダメ。え？夢でパンプキンの化け物が私たちを襲って大変なことになるの。ダフネちゃん帰ろう。このままじゃ私たち。あんたね、またバカなこと言って。申し訳ありません。帰りの便はパンプキン祭が終わってからでないと出せませんで。こっちこそ悪いね。この子が妙なこと言うのはいつものことだから気にしないで。ダフネちゃん、信じてよ。オラリオから遠く離れた深い森に囲まれた村。不吉な予感を抱く女の子が一人。うん、異国の雰囲気が出てきたね。ワクワクしてきちゃった。シル、なぜあなたがここに。馬車の奥の方にこっそり乗っちゃった。何を言ってるんです。ついてきてはいけないとあれほど。言われたけど面白そうだったから。なパンプキン村のお祭りってみんなで仮装するらしいよ。早く行こう。あ、シル、待ってください。私の話を。なんかあっちは訳ありっぽいけど、まあいいや。ほら行くわよ。ここは陽気なパンプキン村。パンプキン、くれなきゃいたずらしちゃうぞ。こっちにおいでよパンプキン。え、何？何なのあんたら。ちょっと。やっぱり悪夢の夜が。全く、まさかこんな格好させられるとはね。パンプキン祭ではね、みんなで仮装して楽しむんだ。お似合いだよ、お嬢ちゃん。ま、別にいいけど。ほらカサンドラ、うちの背中にひっついてないで出てきなさい。恥ずかしい。包帯が少なすぎ。これであんたも立派なパンプキン。みんなで一緒に踊ろうよ。ヘイ。踊れません。そんなことおっしゃらずに。こうやっていつもと違ういでたちになると、なんだか普段はできないことができちゃいそうな気がしません？あなたは少しわきまえてください。絶対に私の元から離れないように。あ、店員さんたちも着替えたんだ。それって魔女？魔女？それでは皆さんこちらへどうぞ。パンプキン村名物パンプキン音頭を踊りましょう。夢の言葉がいろいろ現実に。
今宵は愉快なパンプキンナイト。私もあなたもパンプキン、そいやそいや、みんなで踊ろうパンプキン。なんとも奇妙な舞踏ですね。村に伝わる由緒正しき踊りって村の人が言ってたよ。踊るアホに見るアホ、同じアホなら踊らにゃ損損という格言が極東にあるらしいですよ。リュウ、私たちもパンプキンしましょう。ほら、みんなで踊ろうパンプキンって。話してください、シル。私はあのような踊りは。パンプキン音頭にパンプキン仮装行列、売ってるのもパンプキン料理ばっかり。この村本当にパンプキン一色ね。パンプキンを食べるのはちょっと、臓腑を食い破られるかもしれないし。まだ言ってるの？ほら、このパンプキンジュースでも飲んで落ち着きなさい。美味しいけど。でしょ？考えすぎよ。どこからどう見てもただのお祭りじゃない。トリックはトリート。オラリオからの客人よ、祭りは楽しんでいますかな。あ、村長さん、おかげさまで。ちょっとパンプキン色強めで圧倒されてるけど。我らの何よりの誇りですからな、パンプキンは。おや、あなた方は冒険者ですか。ね、そうだけど。ああ、やはり。実は私もオラリオで冒険者をしていたことがありまして、諸事情あって故郷の村に戻ってきたのですが。へえ、同業者だったんだ。じゃあどこかですれ違ってたかもね。ええ、懐かしいですな。あの頃はいつかロキファミリアやフレイヤファミリアのような活躍を無双して。まあすぐに気づくんだけどね、常人には大それた夢だって。ええ、冒険者なら誰しも通る道なのかもしれませんな。ではごゆっくり祭りを楽しんでください。良い思い出となることを願っております。はい、ありがとうございます。ああ、そうそう、念のためですが、村の奥にある館には近づかぬようお願いします。館？ええ、パンプキンの加工場となっておりまして、アク抜きなども行っているので異臭が強烈なんです。せっかくの麗しい衣装も台無しになってしまいますから。ああ、そういうこと、わかったわ。教えてくれてありがとう。いえいえ、ではごゆっくり。常闇の館は煮えを求め、星々を蝕む。何？まだ夢の話？いい加減忘れなさい。でも。ほら、それより祭りの輪に入る方が楽しそうじゃない？トリックオアトリート！今宵は愉快なパンプキンナイト！ダフネちゃん、あそこに行くの？この格好で？ええ、カサンドラの人見知りも少しはマシになるんじゃない。さ、行くわよ。ダフネちゃん。
リート、今宵は愉快なパンプキンナイト。私もあなたもパンプキン、ソイヤ、ソイヤ、みんなで踊ろうパンプキン。パンプキンくれなきゃいたずらしちゃうぞ、びっくり驚きパンプキン。パンプキンカッカッケって、ソイヤ、ソイヤ、みんなで踊ろうパンプキン。意外に踊れちゃうもんね、パンプキン音頭。うう、恥ずかしかったよ、頭の中パンプキンでいっぱい。お二人とも少しよろしいですか。お、店員さん、ここでは人目がありますので森の方に来ていただいてもよろしいでしょうか。え、やる気出てきた。そいじゃ一丁行ってみよう。そんなものか。あなた方は現在ミヤハファミリア所属とおっしゃってましたね。ええ、例のウォーゲームでアポロンファミリアは都市追放になっちゃったからね。まあ、あの戦いじゃベルクラネルたちだけじゃなく、とんでもない魔剣使いのエルフまで出てきちゃって、うちの見立てでは第2級冒険者でもトップクラス、どのみち勝ち目はなかったってとこね。知って、ああ、そうでした。ミヤハファミリアといえばクラネルさんたちとの交流もあると伺ってますが。ん？団長たちは仲良くやってるみたいだけど。最近調子はどうですか？質のいいポーションが買えると聞いていますが。これが大切なお話？カサンドラ、少し静かにしてて。そうね、ヘスティアファミリアほどじゃないけど、うちらも借金があるからなかなか大変で。店員さんとの話、世間話で終わっちゃった。ずっと誰かに監視されてたからね、話すに話せなかったんでしょ。気配も消してたみたいだし、監視してた連中素人じゃないわね。で、あの店員、別れ際にこのメモを渡してきたわ。ベルクラネルを
たら決して声をかけず我々にご報告を。え、どうしてベルさん？ベルクラネルがこの村にいるっていうの？祭りでも見かけなかったけど。ベルさんの名前を。じゃあ白兎の実は魔女の嵐に巻き込まれんって。それもお告げってわけ？都市街の田舎村でレベル3の冒険者が危険な目に遭ってるってこと？多分さすがに飛躍しすぎじゃない？都市街のモンスターや冒険者相手にそんなことになるなんて考えられないし。裏にも何か書かれてる？夜更けに村の奥の館へって。館って村長がパンプキーンの加工場って言ってた場所？近づくなって言ってたけど。幸運を求め地中に飛び込む蛮勇を。もし白兎が本当にベルさんのことだったら。カサンドラ？私行かなきゃ。このままじゃ不吉なことが。あ、ちょっとカサンドラ！何やってんのよ。村長さんに館には近づくなって言われたでしょ。いい加減にしなさい。え、戦闘音、館の中から？やっぱり行かなきゃ。何か怒ってる。こちらに。この状況、何がどうなってるのよ。もう常闇の館は逃げを求め星々を蝕む。店員さんたちが逃げ。あなたたちは？よくわかんないけど加勢させてもらうわ。さすがに見て見ぬふりはできないしね。しかし気をつけてください。彼らは冒険者だ。え？パンプキーン！これ確かにファルナ持ちの冒険者。カサンドラ、援護お願い。次から次に冒険者が。こんな田舎村にどうして。夢だと。あ、
どうしてあの子が？なるほど、彼らはすでに敵の手に落ちている。なら全て倒すのみ。モンスター？モンスターが冒険者やリリさんと。どうして？お前たちが知る必要はない。え、村長さん？村長などという卑俗の名で呼ぶでない。我はパンプキンの加護を受け、パンプキンを滑る者、グレイトパンプキン、パンプキングだ。トリックオアトリート、冥府の夜、凶楽の夢へといざない、ナイトメアパンプキン。何これ、やば、眠気が。ダフネさん、カサンドラさん、睡眠効果の。ほう、私の魔法に耐えるとは。アビリティ持ちの上級冒険者か。これは思わぬ収穫。馬車での眠気もこの魔法が原因か。アーデさんたちも。半分正解といったところかな。やれ、パンプキッズ。心配するな。すぐにお前も偉大なるパンプキングの下僕として生まれ変わる。これはパンプキン頭がたくさん。やる気出てきた。そいじゃ一丁いってみよう。そんなものか。どれ、
目が覚めましたか？こちらの布で顔を拭いてください。気持ちいいですよ。ありがとうございます。あれ、私たち、あのモンスターに眠らされたところを店員さんが助けてくれたんだって。3人も連れて逃げられたんですか？ええ、龍が、私は何もしてませんよ。な、何者なのさ、君。それは今問題ではありません。今私たちが向き合う。あ、そうだ、村長さんがパンプキン頭の冒険者やモンスターを引き連れて。何が起こってるのか君たちは知ってるんだよね。ええ、多少は。実はオラリオからこの村に向かった冒険者が次々に行方不明になっているという知らせがありました。行方不明者捜索というクエスト、それを私の友人ヘスティア・ファミリアが受けたのですが、その方たちも何日経っても帰ってこなくて、それでベルさんやリリさんが村に。アンドロメダ、いえ、情報をくれた友人は何か良くないことが起こっているかもと私に。ですから私たちが様子を見に来たんです。なんで酒場の店員がそんなこと。できれば詮索はしないでいただけると幸いです。訳ありってこと？まあいいわ、今はそれどころじゃないっていうのは本当だし。はあ、厄介な話になってきたわね。正気に戻ったようですね。さらに詳しい話は彼女に聞くのがいいでしょう。記憶がない？はい、皆さんがおっしゃるリリがパンプキンをかぶって襲ったという話、リリが最後に覚えているのはベル様たちとパンプキンのモンスターに対峙した瞬間で。頭の中にパンプキーンが侵入してきた感覚。そうです、まさしくそんな感じになって、そこから記憶が。やはりシルの声で私は運よく正気に戻ることができましたが、あのまま続いていれば私も。それってモンスターに操られるってこと？その可能性が高いでしょう。おそらくあの男が持っていた杖がテイムのアイテムかと。人を操るモンスターなんて、そんなものが。ダンジョンに行く冒険者様からも聞いたことありませんね。目の前の事実を基準に対策を練るべきでしょう。他にも気になることはありますが。パンプキン、パンプキン。へえ、あの人たち。追っ手が来ましたか。ならばまずは一手打つとしましょう。うちらも手伝うよ、乗りかかった船だし。助けてもらった恩もあるしね。カサンドラもいいわね。うん、このままじゃ悪夢の夜が終わらないから。はいはい、それはもう分かったって。さ、何でも命じて店員さん。ダフネちゃん信じてよ。
パンプキン、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 片付きました。念のため気がつく前に手足を縛っておきましょう。任せてください。洗脳が解けてなくて暴れられても困りますからね。て、手際が良すぎる。詮索しないって言ったけど本当に何者なのよ。やはりあなた方も記憶がありませんか。すみません、用心棒を頼まれてこの村に来てパンプキン頭のモンスターに遭遇したところで記憶は。リリと同じですか。嘘をついている感じではないですね。やはりオラリオの冒険者は利用されただけなら。俺だって何も知らねえよ。嘘ですね。パンプキングと名乗った村長さんは村の方なんでしょ。村の方々が何も知らないというのはちょっと。正直に話した方がいい。でなければ私はやりすぎてしまうかもしれない。ですか。ああ、名産のパンプキンを使って村を活性化できればと思ったんだが。ずいぶんお粗末な計画ですね。大して話題にもならなそうです。その通りだ。それでオラリオで催しの経験があるっていう今の村長をパンプキングに村の再興を頼むことにしたんだ。パンプキングは妙な祭りを作り上げて俺らにもその参加を強要した。その口ぶりだと、いやいやって風に聞こえるけど。仕方ねえだろ。逆らえば、とんでもねえ方法で処刑されちまうんだからよ。処刑？物騒な話になってきましたね。今にして思えば、最初からパンプキングはこの村を乗っ取るのが目的だったのかも。どうしてそう思うんですか？パンプキンだよ。毎年少量とはいえオラリオと取引がある村の名産を独占して。それを餌にオラリオからやってきたアントラみたいな冒険者を支配する。冒険者様を支配して軍勢を作ろうとしてる？ラキアみたいに。規模は小さいだろうが、オラリオの良質な冒険者を抱え込められればいずれそれ以上の勢力にだって。クラネルさんのレベルは3。パンプキングにとっては格好の獲物だったということですか。ベルフ・クロッツォとヤマト・ミコトも上級冒険者だしね。もう一つ、
あのパンプキン頭のモンスターは何なのですか？ダンジョンでも見たことがない。わからねえ。パンプキングが連れてきた、テイムしたモンスターだと思うが。あの、これからどうしましょう？リリとしてはベル様やベルフ様、ミコト様の救出に動きたいのですが。ええ、そのつもりです。ただクラネルさんはすでにパンプキングの傀儡となっていると考えるべきでしょう。私は見張りの冒険者を中心に片付けていきます。あなた方はその隙にクラネルさんたちを。分かったわ。ただパンプキングの魔法はうちらじゃどうしようもないかも。それについては一つ策があります。え？やる気出てきた。そいじゃ一丁行ってみよう。そんなものか。いや、おい。ほら、おい。トリックオアトリート、今宵は愉快なパンプキンナイト。私もあなたもパンプキン、そいやそいや、みんなで踊ろうパンプキン。パンプキン音頭踊ってる？何かを取り囲んでるみたいだけど、あれはベルフ様に。ミコト様？洗脳が解けてるようには見えないわね。十中八九、ベルフ様たちの仲間、つまり逃げたリリーをおびき出す罠でしょう。あのパンプキン頭の人たち、村の人が多い？冒険者は少なそう。ええ、店員さんの想像通り、冒険者は周囲の警戒に回ってるみたいね。あっちは彼女たちに任せましょう。じゃあ私たちも準備するわよ。え、準備って？木を隠すなら森ということですね。うん、分かってるじゃない。え？
ちゃん、これでいいの？うん、立派にパンプキンしてるよ。このまま祭りの輪に入って絶影たちに近づくわよ。もしこれで見つかったら。大丈夫、堂々としてて。洗脳された連中は注意力が薄そうだし、胸を張ってればいいわ。心配しないで。パンプキンくれなきゃいたずらしちゃうぞ。びっくり、驚き、パンプキン。パンプキン掲げて、そいやそいや、みんなで踊ろう、パンプキン。パンプキンの下僕どもよ、生贄の宴を楽しんでいるかな。パンプキン！落ち着いて、目立たなければいいから。ダフネちゃん、この者たちの仲間は我らがパンプキンの聖域、パンプキンの下僕よ。その罪に対しどのような罰を与えるべきだろうか。パンプキン！キーラ！よかろう。であればパンプキンだ。罪人にふさわしきパンプキンの死を与えよ。パンプキン、パンプキン。パンプキン料理、あんなにたくさん。パンプキン、おいしい。パンプキン、最高。ものすごい勢いで食べてるけど。そのまま腹が破れるまでパンプキンを食い続けるのだ。悪意の実は増幅し、臓腑を食い破る。夢のお告げはこれ。本当にしょうもないわね、夢もこの処刑方法も。皆の者、パンプキンはパンプキン。パンプキンに従わぬ者にはパンプキンを食らわせてやれ。パンプキン、パンプキン。パンプキン、おいし。パンプキン、最高。ダフネちゃん、あの二人、もう限界みたい。お腹破裂しちゃう。この距離なら一気にかっさらえそうかな。あとはリリルカが。なんだこの匂い。あなたたちにはパンプキンよりマルブルがお似合いですよ。なんだあいつはバカにしやがって。おえ、やつにもパンプキンを食らわしてやれ。
の右足を舐めないでください。今のうちにベルフさんとミコトさんを。ええ、行くわよ。お前たち何をしている。さっさとあのパルームを追え。悪いね、うちらの目的はこっちだから。な、お前たちは。すみません、ベルフさん、ミコトさん。カサンドラ、二人を連れて離脱するわよ。うん。させるか。トリックオアトリート、冥府の夜よ。カサンドラ、例のものを。うん。凶楽の夢へといざない。ナイトメア、パンプキーン。まっつー。なにこれ、本当に人の食べるもの。お腹痛い。魔法が効かんだと。村人は洗脳されているわけではなさそうですので、アーデさんの持つモルブルで対処可能でしょう。そしてパンプキングの魔法ですが、あれを耐えるようなアビリティはうちもカサンドラも持ち合わせてないわよ。ええ、ですからこれを。え、ケーキの試作品と言えばいいでしょうか。とにかく魔法の詠唱が始まったら食べてください。あの程度の魔法であればシルのケーキの衝撃の方が強いかと。どういうこと。できれば使うことのない展開を願っています。ご分を。助かったのか助かってないのか微妙だけど、意識だけはつなげたわね。カサンドラ様、ダフネ様、早く、こっちです。カサンドラ、逃げるわよ。待て。よし、やる気出てきた。そいじゃ一丁行ってみよう。そんなものか。
えい、まだ見つからんのか、あの冒険者どもは。申し訳ありません。冒険者どもも総動員させているのですが。アーデさんたちはうまく動いてくれたようですね。あなた方が森に放っていた冒険者はあらかた片付けさせてもらいました。なこの人数なら制圧もたやすい。かかれバンティー。パンプキン、パンプキン。もうなんで元に戻らないんですか。あの店員さんくらい強烈な一撃じゃないと目が覚めないんでしょうか。パンプキン、パンプキン。モルブルでもシル様の試作ケーキでもダメ。モンスターの洗脳は魔法より強いということでしょうか。そうみたいだね。うちらじゃこの洗脳は解けそうもない。店員さんを呼んでくるしか。ですが、デュオ様たちがどこにいるかは。うん、下手に動いてうちらまで洗脳されるようなことになれば目も当てられない。でもこのままじゃ。信じるしかないね。店員さんたちがあのモンスターを倒して洗脳を解いてくれるのを。キッズども総動員だ。今の動機もありません。無休の夜店に散ればも無限の星々。愚かな我が声に応じ今一度聖火の加護。一生空を渡り荒野をかけ何者よりも遠く走れ。星屑の光を宿し敵を撃て。ルミナスレイド。相手の動きを捉えきれなければ洗脳のしようもない。手の内を晒し切ったのはお前たちの敗因だ。油断したな、エルフよ。シル。パンプキン、パンプキン。動くなよ、エルフ。その娘が大事ならな。パンプキン。解くためにこの娘も叩き伏せるか、エルフ。卑劣な。何とでも言うがいい。すぐにお前も傀儡にしてくれる。さあパンプキッズよ、そのエルフも。その杖でパンプキッズを操ってるんですね。今さら気づいてももう。え？えい！貴様どうして。えい、離せ。リュウ。
ちゃを。うまくいってよかった。そういう話では、私はあなたが操られてしまったと本当にごめんね。なんともなかったから操られたふりしちゃったの。失敗しちゃったのかな。でも演技してればパンプキングさんのアイテム奪っちゃえるかなって。少し頑張ったら竜があっという間に倒してくれるって思ったから。本当にあなたという人は。しかしクラネルさんが出てこなくてよかった。彼がいればこうも簡単には。あ、そうだ、ベルさん探さなきゃ。モンスターもいなくなったし、もう洗脳は解けてると思うけど。それはどうかな。パンプキッズは死んだわけではない。私の支配を離れ帰っただけだ。まさか。遅い。の違和感、モンスターが廃化せず消えたのは。そう、パンプキンズは死んだわけでは。いや、モンスターですらない。奴らは精霊だからな。そんな。嘘でしょ、最悪。パンプキン。逃げるわよ、このパーティーじゃレベル3は相手取れない。ですが、ベルフ様とミコト様が。生き延びて、その上で最良の手を見つける。それが戦略の大前提なんだから。ほら、行こう。だけか。まったくやってらんない。パンプキン！やる気出てきた。そいじゃ一丁いってみよう。
もし私が逃げたら、ダフネちゃんやリリさんが、ベルさんがみんなを傷つけちゃったら、あの優しい人が私の夢を信じてくれるような人がそんなことになったら、パンプキン、ダメー！目を覚ましてください、ベルさん。何やってるの、あんたは逃げなさいって。いや、何言ってるの、ベルクラネルは私たちだけじゃ、ベルさんがみんなを傷つけたらものすごく苦しんじゃう。ベルさんは優しい人だから、そんな思いさせちゃいけない。だから目を覚ましてください、ベルさん。こんなのベルさんじゃない。パンプキン、カサンドラ、パンプキン、いつものベルさんに戻って！クラネルさん、あれは、ベルさん、カサンドラさん、よかった、目覚めたんですね。これは…いいんです、何も思い出さなくて。クラネルさん、リュウさんにシルさんまで、何が、どうして。ベルさん、いや、これは不可抗力で。ベルさん、誤解です。にゃー、
それでは皆さん、この村の新しき門出を祝い、そいやそいや。あの踊り、パンプキン音頭って言うんですよ。ベルさん、一緒に踊りません？え、あ、ちょ、シルさん！そこ！何やってるんですか！たく、とんだ災難だったわね。ですが、全員が無事だったのは行幸というものでしょう。あなた方のおかげです。よしてよ、もう助けてもらったのはうちらも同じだし。ええ、パンプキングの身柄はギルドとガネーシャファミリアに引き渡されることになりました。精霊を操ってたマジックアイテムも破壊したって話だし、問題は全部解決ってことでいいんだよね。ええ、行方不明扱いだった冒険者も全員確認できたようです。そうですか、よかった。ちっともよくないわよ。え？どうしてあんな無茶したのよ。逃げろって言ったでしょ。でもなんとかなったんだし。なんともならなかったらこうやって怒ることもできなかったのよ。今度あんな真似したら許さないから。ダフネちゃん、ごめんね。まったく、モンスターじゃなく精霊の能力だったとか、今回は幸運以外の何者でもないんだから。ええ、本当に幸運でした。パンプキッズが下級精霊ということもあったのかもしれません。ベル・クラネルがカサンドラの声くらいで正気に戻れたのは上級冒険者のアビリティのおかげだとしても、店員さんの洗脳が失敗したのなんて運が良かっただけでしょう。ほんと紙一重で全滅ってことに。だって、ええ、ですがその運を呼び寄せたのはあなた方の冒険のおかげです。改めてあなた方に感謝を。オラリオに向かう方々は馬車にお乗りください。迎えが来たようですね。私はシルを呼んできます。じゃあうちらも頼まれたパンプキーンもらって帰ろっか。うん。あ、そうそう、またあんなことしたら許さないけど、あの時のカサンドラすごく頼もしかったよ。ダフネちゃん！あ、こら！くっつきすぎだってば！もう！